長が揉めてると安心。産経新聞2024年7月23日。立憲国民の衆院選ぶやつ連携。原発ゼロが火種に。民主時代のパンドラの箱再び。立憲民主も国民民主もあの悪夢の、いやいや現実地獄やったでの民主政権の民主の連中。立憲は希望がなかった希望の党に入れてもらえなかった。角丸枝野さんが慌てて作った政党。スタートメンバー菅内閣の連中で、希望がなかった希望の党って東京都知事なのになぜかシャシャリ出て、新党を作って。当時代表やった後ろから前原さんが、ゆりゆりが作った希望の党に民進の連中を入れてもらうっていう約束になっててんけど、角丸枝野さんとかあからさまな赤い人たちとは一緒にしたくない。ということで、全員入れないわよ、排除します、言うて。排除の論理を振りかざして、枝野さん慌てて立憲民主作って。しかし希望ではどもこもならんということで、国民民主に名前を変えた。国民民主でもどもこもならんので、立憲民主にドドッと人が流れ込んで、野党第一党になってしもた。後ろからの枝野さんは国民民主抜けて、なんかを無償化するなんかの会になってんけど、影薄いね。記事によりますと、次期衆院選ぶやつでの連携を模索する、立憲民主、国民民主、両党間で、立憲が綱領に明記している原発ゼロの目標が対立の火種になりつつある、あちらを立てればこちらが立たず。立憲民主は支援を受ける連合傘下の産業別労働組合のうち、原発関連産業従事者を要する電気連合や電力総連の立場も踏まえ、綱領の文言への批判を重ねる。これに対し立憲は原発の即時停止を主張しているわけではないと反論しており、着地点は見出せていない。立憲友さんの党やもんな。友さんは共産、あそこと組める政党。私は社会党の本質を知りたくなって、いろいろ調べ出したんですけど、鳩山の幸男さんが民主作った時、社会党の連中が紛れ込んでるからダメなんだって言われてて、その時何のこっちゃわからへんかってんけど、社会党は国際組織、社会の窓主義インターナショナルに加盟する厄介な人たちの集まりで、友さん、共産、あそこともともと同じ組織やったんですよ。私自身ですね、社会統計の学者さんとお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれて、毎回、そのお仕事、悩まされて、苦痛で、政治学者ってこの程度でなれんの？てか社会党ってなんなん？っていう苛立ち。このおっさんの足、あ、小さいねんけど、引っ張りたなって、リサーチを開始したんですね。で、その時の責任者の方が定年後に、友さんの党員として生きる宣言をした。友さんは共産。あれ社会党信奉者ちゃうかったん？とか思ってんけど、リサーチの最後の最後の方で、今売られている既存の辞書百科事典で把握したんですけど、もともと同じ組織やった。私たちが見せられてるものって、おそうめん劇場、おそうめん劇団員の寸劇で、おそうめんっていうのは、自由なおそうめん屋さんとも表現してるんですけど、自由フリーおそうめんメイソン。おそうめん屋さん、おそうめんがーって言ってたら全てメイソンのことです。おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しかトップになれない国が、雨の理科。トモさんのと、トモさん共産の指導団体が、おそうめん屋さん。保守の代表格の方が、おそうめんと繋がってるような気がする？メイソンのこと言えなくなる時代が来そうな気がしてならん。都市の伝説界隈では憧れの五条団体みたいな紹介のされ方してたり、一部の人だけが悪いことしてんねんでーって、ぼやーってさせようと頑張ってはんねんけど。この世の中ですね、あっちこっちで揉めてないといけないようにされてて、工作員ってほんまにいて、せっかく工作員言うて思想を友さんの主義に変えていくことを言うねんけど、友さんの主義者、友さん共産、社会の窓主義者ってお口べっぴん笑顔の悪魔、仲間になったら必ず恐怖で支配すんねん。私の過去の知り合いって結構な地位に行かれてる方、社長、取締役、会長、作家とか有名どころがいるんですけど、あの子今何してんやろうって調べて、うわこんなんやってたんや、すげえな、え、山本の太郎とでんでん押してる、え、友さんの主義者やねんや、あーなるほど、だからこれできんのかな、え、どういうことやろうってずっと見てて、今度会いに行こう思っててんけど、心のシャッターガラッシャン、会わへん、絶対嫌とか結構多いんですよ。多分きっと心優しい人で騙されてしもた残念な人やと思うねんけど、うーわマジかっていうのも結構あって、私四面楚歌なんですよ。関われへんかったらええだけの話やからええねんけど、他の人の思想なんてほっといたらええって思う人いらっしゃると思うねんけど、いやほっとかれへんし、関わったら負けやで。ちゃんと避けないと話し合いとか成立せえへんねんし。とても恐ろしい計画があって、
国民が選んだという形を取らせて、資本の世界を潰させ、社会の魔女主義の世界にいざない、後に共産にしていく、世界を一つにワンワールドっていう計画があるんですね。日本人であるならば保守でないといけないってやってる人たちいるやん。保守って、うちらの救世主のように持ち上げてはるけど、ちゃうで。保守って極左かカルトやんか。立憲の連中も、我こそが保守とか抜かしてはんねんから。私は保守は極左かカルトやんなって敬遠してきたんですけど、敬遠してきてよかったと思っています。まず、極左っていうのは、蓮舫原口後ろから前原モナオさん、野田の吉彦、今の立憲民主の代表の泉野健太、いっぱいおんねんけど、頑張ろう日本国民協議会に出入りしてんのを見つけた。頑張ろう日本って、名前、ええ感じやんか。でも、マルクス主義青年同盟の更新。その主張が、新保守主義的。保守。政治の世界でマルチ言ってたら、大体やばいところって思ったらいい。マルクスさん。カール・マルクス本名モルデカイ。自由なおそうめん屋さんの会員で、底辺の人たちを束にして暴れさせる手法を編み出したおさやねんなって理解してんねんけど、日本で保守論客で活躍できる人たちって宗教系やんか。T1 教の会、お幸せ。10D のメディアでご活躍できる人たちやねんな。この人たちってニューソート運動やらされてんのかなって、ニューソートに焦点合わせると面白いようにニューソートに繋がっていった。保守の代表格の方が、クリスチャンサイエンスモニターっていう宗派関係ないキリストさんの日刊誌にお勤めやった。そこが T1 教の会の世界の日報と提携してた。だからあの方、新日クラブっていう T1 教の会のようわからんところで発見してんな。で納得したんですけど、それ見つけた時からこの人の話聞かんとこって全く見てないんですね。ニュースキャスターなさってた方のお話ですよ。で、クリスチャンサイエンスがニューソートの基礎になった宗の教で、自由なおそうめん屋さんと共生関係にある。これはビヨンドシークレットっていうザ・シークレットも怪しいもんやでを題材にした文庫本に書いてあったんです。私スピリチュアルウォッチャーなんですね。スピをキモいものとして観察してきた。でも10代後半でジョセフ・マーフィー先生っていうニューソートの牧師さんの書籍に出会って、潜在意識の活用、今でいう引き寄せの法則、これすごいのよ。転職した時ミラクルが起こりまくったんですけど、ジョセフ・マーフィー先生にはめっちゃ感謝してて、だからちゃんと調べといてんけど、ジョセフ・マーフィー先生ってイエズス会のご家庭に生まれ育って、ある時悪性の腫瘍にかかって、当時すごい発見って言われてた潜在意識への呼びかけをやったら、治ったよ、すごいよ。ってなって、潜在意識の活用の方法を牧師となって無邪気に教えてはったやん。潜在意識を発見したフィニアス・クインビーさんは、学問として医学の領域で発見した潜在意識を広めてもらいたかったはずやねんけど、宗の教に取り込まれてしもて、怪しいもんになり下がってしもた。教会やセミナーに行ってしまうと、革命戦士みたいなことやらされてしまうやろな。資本があかんねんとか言われて、世界平和のために資本を潰さなあかんねんとか思い込まされんねんやろな。スピリチュアルウォッチャーなので何人かにターゲットを当てて観察してて、お一方昔からの知り合いの豪快なおばちゃんが応援しているいう人がいて、私に紹介せんといてねって拒否した人がいらっしゃるねんけど、私にとって金と時間の無駄でしかない人やったんですね。ある時動画に出てきて、これ見ろってことかなって見てた。めっちゃスピスピしてて、うーわ、ほんまに資本があかん、潰さなあかんとか抜かしてるわーって見てんけど、新しくできた政党の応援団になってた。引き寄せの法則のごとく知りたい情報が入ってくんねんけど、保守の代表格の方の前の勤務先、ビヨンドシークレットっていうザ・シークレットも怪しいもんやでを題材にした文庫本に、クリスチャンサイエンスと、おそうめん屋さんは共生関係にあるって書いてあって、右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクスちゃうの。って考えたら、しっくりいって、うちらは資本主義と日米同盟だけ守ってりゃええの。それには自民しかないの。でも、保守保守うるさい連中、ヒステリックに自民の票、割ることばっかりやってきたやんか。AB ちゃんと自民を支持していますけど、比例は別の政党を書きましょうとか、比例こそ自民やろがって邪魔したことあんねんけど、X で。新しくできる政党なんて論外で、今現在の野党、維新も含めて、赤マルクス的なところ、私たち日本国民の敵、味方のふりした敵フレネミー。